Woo, baby, baby, it is hot again. And today, もう一回勝手に連動企画やります。Are you guys ready? And today we're going to talk about what's called the Bakersfield sound. And here we go. Okay. アメリカのカントリーっていうのは50年代、40年代の方でもすごいソフィスケートされたっていうの、なんかストリングが入っちゃったり、なんかちょっと大げさになっちゃって、すごい派手派手のラスベガスで歌う人みたいな感じになっちゃったんだね。そうした時に西にあるカリフォルニアのベイカースフィールドっていう町でカントリーの人たちがそこから出したものは全然違う感じのカントリー出したんだよ。で今になってイーグルズやニューライダーズやブリートブラザーズなんかはみんなこっちのカントリーから影響を受けてるのね。ベイカースフィールドサウンド、そのベイカースフィールドサウンドっていうのはもともと怒りのブドウの時代やちょっと後でも1930年代40年代の時にみんなオクラホマやテキサスやニューメキシコやキャンザスやあっちの人たちがみんな食べれなくなっちゃったから、もうみんな西に逃げてきたの。西に行けばいろいろチャンスがあるっていう、それでそういう人たちがみんなカリフォルニアのベイカースフィールドみたいなところ、農家のところに働きに来たのね。畑がたくさんあるところに、そこに来た人たちがそこからテキサスやオクラホマの人が多かったから、そういう今でもベイカースフィールド行くと喋り方もカリフォルニアの喋り方じゃなくてあっちの訛りがあるのね、テキサスやオクラホマの。でそこに来てた何人かが作った音がベイカースフィールドサウンドっていうんだよ。で最初のベイカースフィールドサウンドっていう曲は実はバッド・ホブズっていう人のルイジアナ・スイングってやつね。でここは後で出てくる人なんだけど、バッド・コーエンズっていう人がそこでリードギターを弾いてたの。これが最初の1954年なんだけど、最初のオクラホマサウンド、ベイカースフィールドサウンドなの。それがルイジアナスイング、バッド・ホブズ with バック・オーウェンズ on the lead guitar。 Hey Joe, take my hand, let's go down to Louisiana and smell the sweet magnolias in the spring。 1954年、俺まで生まれてないんだよね。でそれからこのバック・オーウェンズっていう人がスーパースターになるのね。この人って例えば21個カントリーチャートナンバーワン出してるんだ。それはすごいことだよね。バック・オーウェンズで彼はずっとトラックの運転手でいたんだけど、ベイカースフィールドにたどり着いて運転してるね、仕事で、あここはなんか面白い街だなと思って、そこに彼もそこで住み込んじゃったの。そうしたらそこから彼がやっぱり中心になったのかな、いろんなそういう新しいロックっぽいカントリーの音をそこから出したの。でバック・オーウェンズで日本でもすごい有名で、日本も何回も来てるよね。バッカオーエンズのバッカルーズっていう、で僕が子供の時には彼よくテレビでね、ヒーハーっていう番組やってた。ロイ・クラークっていうすごくギターの名人の人とカントリーなんで、2人で本当にふざけた漫才みたいなテレビ番組だったの。それなんだこの人さ、ダセーなと思ってね見てたんだけど、でも実際後で曲なんか聞くと、わ本物だな、すごいかっこいいなと思って。ここで彼がね、これはね、後で50年代じゃないんだけど、73年に Streets of Bakersfield って曲でスーパーヒット出した。その前もたくさんあったんだけど、僕はこの曲好きだから行きましょう。 Streets of Bakersfield、 Buck Owens。 I came here looking for something I couldn't find anywhere else。 この曲の中ではね、やっぱしストリートベイカースフィールドの街歩いてて、牢屋に入れられちゃうんだよ。でそこから一緒に入ってる人からの財布からお金を取っちゃって、盗んじゃって逃げるんだけど、でも一応家の鍵を彼に渡しといたんだよっていうのね。自分の家の鍵をだって俺が泥棒だと思われたくないからって、そういうジョークがあるんだけど。バック・オーウェンズ、Yeah, Streets of Bakersfield。 すごいな、この曲も。 And バック・オーエンズの妹と結婚したかな、親戚と結婚したマール・ハガードとしてるね。
この人はウィリー・ネルスの中でいろんなデュエットのをたくさんやってて、38個ナンバーワンのカントリーの曲も出してる。38だよナンバーワン。そんなのとんでもないよね。すごい。でその曲の中の一つが1968年に「Mama Try」って曲出したの。それはお母さんは一生懸命頑張って僕をいい子に育てようとしたんだけど、僕は母を裏切っちゃったってね、刑務所なんか入っちゃってって歌ってるんだけど、実際彼は何回も刑務所入ってるので、最後にカリフォルニアサンクエンテンで刑務所入った時に、このまま行ったらやばいなと思って出てきて、その世界から足を洗ってカントリーシンガーになって、それからすごいどん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 成功したんだけどね。その人の曲Mama Try っていうのはすごいのは、俺は最初デッドがカバーしてるから聞いたのね。でグレイフルデッドもそういう西海岸のカントリー好きだったみたい でそのベイカースフィールドサウンドの Mama Try デッドはライブなどで彼らカバーしてます。But、これはオリジナルバージョン Mama Try by Merle Haggard。 The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream。ベイカースフィールドサウンド好きだった人はイギリスにもいたのね。その一つがビートルズ。ビートルズはベイカースフィールドサウンド大好きで、バック・オーエンズの、65年にビートルズを出したんだけど、もともと63年にバック・オーエンズがカントリーバージョンを出してて、それをビートルズが65年にカバーしてるのね。そのカバーしてるんだけど、それ歌ってるのはリンゴ・スターなの。リンゴはビートルズの中で一番カントリー好きだったんじゃないかな。でビートルズもカントリー好きだったから、この曲をカバーして、これで後でリンゴとバック・オーエンズが一緒にデュエットでこの曲歌ってるバージョンなんかもあるんだけど、ここではビートルズのオリジナルバージョン聴きましょう。65年の Act Naturally。 They're gonna put me in the movies、 They're gonna make a big startそしてイギリスのバンドでもう一人、もう一つのバンドがカントリー大好きなバンドがいるんだよ。これはみんなね、あいつらブルーズ好きなんだって言うけど、ミック・ジャガーとキース・リチャーズのローリング・ストーンズ。彼らもカントリー曲たくさんカバーしてるんだけど、彼らが78年に Far Away Eyes っていうカントリーの曲出したのね。それはその夜中ハイウェイを走っててロサンゼルスのゴスペルのラジオ番組を聞けたりして、そういうのを聞きながら運転してて、そのことをベイカースフィールドの人の言葉で歌ってるんだね。できるだけベイカースフィールド訛りでミック・ジャガーが歌ってるんだよ。その曲の中にもベイカースフィールドに至って詩も出てくるんだよね。だからベイカースフィールドのそばにいてこういうことが起きたって。それほどストーンズもベイカースフィールドサウンド好きだったんだね。俺みんなきっとストーンズだからグランパーソンズの影響じゃないかなってミック聞かれるんだけど、それ以前のことだよってね、ミック言うのね。このベイカースフィールドサウンドっていうのはもう好きだったから。でどっかにこれキースが歌ってるバージョンあるみたいなんだよね。 So let's listen to this one. It's Far Away Eyes by the Rolling Stones。これはベイカースフィールドサウンドなんだよ。だからこのビートルズの Act Naturally も Stones の Far Away Eyes もベイカースフィールドサウンドで作ってるんだ。ピッキングのギターでフェンダーの音で、それからあとはペダルシールで、でもオーケストラはそういうの入れないでね。そういうことなんですよ、ベイカースフィールドサウンドは。 Starts with Bud Hobbs、 Buck Owens、 Merle Haggard、 そして今でもビートルズやストーンズのバージョンがラジオに流れてます。西のカントリーは飲み屋から出てくるカントリー、東のカントリーは教会から出てくるカントリーでよく言われる。 That's the Bakersfield sound。 飲み屋から出てくるカントリー。 Alright、 登録お願いします。